どうもこんばんばは桃太郎でございます、えー、現在 a 像でご覧いただいているのは以前にねブログの方で画像でお伝えいたしておりましたボディカラーがクリスタルブラックパールのホンダ新型コンパクト SUVWRV の Z プラスグレードになります、まあ、とにかくですねこの WRV の大きな魅力の一つが「こんばんは北大路金谷です」 威風堂々としたワンクラス上のド迫力な外観だと思います、まあ、1.5L エンジンのガフリンモデルとしてはですねその他のコンパクト SUV を圧倒しているのではないでしょうか、まあ、隣にねシュッとした、まあ、高級感のある ZRV が置いてありますけれども存在感や迫力の面では負けていないと思いますよ、えー、前回は WRV の市場の模様をお送りいたしましたが今回は簡単に外観内装をご紹介して もし私が WRV を購入するとしたらどのグレードでどんな装備をつけたいのかというところをね見積もりの結果も含めて妄想をしてみたいと思いますよろしければお付き合いください D、えー、先ほどの外装に続き内装も簡単に見ていきましょう WRV の魅力の一つとしてはコンパクト SUV として、えー、後席の乗り降りのしやすさですねそれからその広さがあると思います 身長163センチで決して足が長いとは言えない私運転席に合わせた位置にいたしますとですね、後席に座った時膝前の余裕は拳2個半ぐらいはありますのでかなり広いんじゃないでしょうか。また Z プラス Z グレードのシートにはですね、フェイクレザーとファブリック生地にステッチが施してありまして、後席にもドリンクホルダー付きのアームレストも装備されております。 まあホンダ独自のシートを跳ね上げるチップアップはありませんけれども、かなりの厚みがですね、シートにありますんで、安定感が非常にありそうですね。さらにエアコンの吹き出し口、その下にはシガーソケットも装備されていて、なかなか気が利いていると思います。ただし、リアのドアの内側はオールプラスチックになっておりますので、そこはご了承ください。また、センターにあるルームライトは LED ではなく、マメでございました。 続いて全席ですが、こちらは、おお、すげえということには、まあ、ならないのかなと、個人的には思います、えー。サイドブレーキがあるんで、そこに引きずられる感はありますけれども、まあ、ちょっと一昔前の車の内装という感じはいたしますね。もちろんナビ、ステアリングのボタン類とか、あとメーターパネルなんかはですね、最近のものですし、まあ、要所にピアノブラックも施してありますんで、まあ、安っぽくなく、うまく作っているとは思います。 まあなのでね、決してベゼルや ZRV と比べてはいけません。D、前席のドアの内側にはステッチ付きのフェイクレザーが施してありまして良い感じになっております。下側にはドリンクも入れられそうなポケットがありますね。えー、それでは運転席に乗り込んでエンジンをかけてみましょう。 とても見やすいメーターパレルになっていると思います。左側のですね、タコメーターの方のみ液晶に乗っておりまして、なんかモードがこう切り替えられるようになってますね。で、横に9インチのナビがついていますので、これ質感上がりますね。できればやっぱ9インチつけたいところではあります。えー、エアコンは物理ボタンですので非常に使いやすそうですね。ワイパーはコストカットでございます。えー、車速連動バリアブル完結ワイパーではないですね。それから、 全グレードにパドルシフトが付いています。これは嬉しい装備ですねえ。そしてサイドブレーキとその横には細長い収納があります。この収納、まあスマホを置くぐらいしかないとは思うんですが、スマホを置くのでしょう。アームレフトコンソールボックスも付いておりますね。かなり深いんで何でも入りそうです。ピクセル 7A を縦に入れても蓋が閉まりますえ。フロントのルームライトは LED になっておりますね。D えさらにもう一つの WRV の魅力はですね、458リットルという大容量のラゲッジスペースでございますね、えー。後席を倒すとこんな感じになります。段差が結構あるのと、後席の背もたれがフラットにならないというところはですね、車中泊をされる方にはちょっと残念ポイントかもしれません。えー、あと、ラゲッジランプは豆球になってますね。もう少し明るいと嬉しいかもしれません。あと、底板を開けるとこんな感じでございました。 D 私、桃太郎ならどのグレードを選び、どんな装備をつけるのかを妄想してみたいと思います。なお、選ぶグレード、装備をですね、これお勧めしているわけではありません。あくまで私が選ぶならという妄想でございますので、その点はご理解ください。で、まずグレードですね。グレードの選択ですけれども、最上級グレードの Z プラスと中間グレード Z の違いはですね、外装のみですので、まあ、これちょっと置いときましてね、えー、価格が 209万8800円という、ま、新型のボックスカスタムターボが204万9300円なんで、ほぼ同じ価格のベーシックグレードの X ですね、WRV の。これについてちょっと考えてみますと、えー、Z プラス、Z グレードと比較して、X グレードにはない主な装備をちょっと上げてみますと、ですね、えー、まずコンビシートですね、プライムスムースファブリックがもうファブリックのみになります。 あと、本ー巻きステアリングホイール。これが、まあ、ウレタンのステアリングになるんでしょうか。それから、本ー巻きセレクトレバー。これも、まあ、ウレタン製のセレクトレバーということになると思います。そして、ソフトパッドですね。プライムスムース。あの、ドア、フロントのドアのところのライニング。それから、アームレストのところ。ここが、え、ないと。だから、プラスチック。まあ、鉱石のようになってしまうという感じでしょうね。それから、リアセンターアームレスト。え、ドリンクホルダー付き。これもありません。 それからパーセルカバー、いわゆるトノカバーですね。これも付いてきません。そして LED フォグライトはありません。あとオートリトラミラーですね。自動的に閉まる。鍵を閉めると自動的にドアミラーが閉まることもなくなりまして。あと17インチのアルミホイールが16インチの鉄チンプラスフルホイールキャップになるという、これだけあるんですね。なのでこれ中間グレード Z には付いてますんで、Z と X の差がですね、約25万円と。 結構あるんですよね。で、画像で見ると、X、内装そんなに悪くは見えないんですけど、まあ、やっぱり個人的には、ジップブップを見た Z プラスの内装ぐらいにはちょっと持っていきたいね、気がしますので、まあ、ここは X ではなく Z か Z プラスですかね、私にとっては。まあね、X をカスタマイズして質感上げていくのも面白い気はするんですけどね。 まあ社外品がね、ある程度充実してくればありな気もしてるんですけれども、まあとりあえず今回の妄想では Z か Z プラスというふうにしたいと思います D、Z プラスにあって Z に装備されていないものがこちらになりますベルリナブラックフロントグリル、それからシルバーのルーフレール、かシルバーのドアモールガーニッシュ、シルバーのドアロアガーニッシュ そして、クロームメッキ、アウタードアハンドルになっていますね。まあ、個人的に私が気になるのは、ベルリラブラックのフロントグリルのみですね。あとはもう、私的には必要ないかなと思っています。まあ、ここがね、ツヤありの黒が良いのか、Z のツヤなしの黒が良いのかっていうところが、なんかいまいち私、よくわかんないですよね。近所のホンダさんはね、もうことごとく Z プラスしか置いてないんで、Z が見れないんですよね。 ということでね、とりあえず Z プラスで見積もりをしていただいたものがありますんで、そちらをご紹介させていただきたいと思います。WRV、Z プラスですね。ディーラーさんご提案なんで、もうフル装備に近いぐらい <laughs> 入れられてますが、車両本体価格が248万9300円です。で、ボディカラーはプラチナホワイトパールを選びました。3万8500円の追加です。 そしてディーラーオプション新車パッケージが86,130円。ナビドラレコ安心パッケージ311,190円。ボディコーティンググランデってやつが1 6 2百7 0円。で、その他部品がありますね。なんかアタッチメントとか。で、その他にですね、点検パック5年163,970円。そして延長保証を守る12,100円。そして 諸費用を入れますと、なんと、合計352万9200円って、これは、これはないでしょうね。まあ、山盛り入れられたらこんなことになるので、皆さんご注意ください。D、350万はちょっとでかすぎますんでね、ここから非番していきたいと思いますで。Z プラス、車両本体価格は変わらず、248万9300円。 で、ボディかカラー、やっぱ私、白が欲しいんで、38,500円プラス。で、ディーラーオプションですけれども、あの、ナビとドラレコのパックではなくて、もう9インチナビのびにしたいと思います。これが218,130円ですね、まあ。ドラレコはミラー型ドラレコを別途を自分で付けたいと思います。そして、あとですね、新車パッケージ、いろいろ付いてるんですけど、こちらもちょっとやめて、フロアマット、スタンダードですね。 えー、こちら27,720円のみにしたいと思います。で、その他 ETC の1.0と、まあ部品部材ですね。で、その他延長保証を守る12,100円。で、タイヤパン交渉。まあ一応タイヤでかいんでね、入れといてもいいかなと思って入れときましょう。で、あと消費用ですね。そうしますと合計が3066,420円というふうになりました。まあこれですとね、ちょっと割り引いてもらって、まあ300万円を 切るるぐらいいいににはでできるんじゃないかなかという,ふうに思っておりますで同じく300万ちょっとぐらいで考えますとねもう一つバリエーション、えー、9インチナビのところを8インチナビですねちょっとちっちゃくなるんで見づらくはなりますけれどもこちらだと14万5200円プラスアルファぐらいになると思うんですねでその代わりにですね後方の安全性をよりパワーアップしたいリアカメラで安心プラス4と。 いうのが約5万円ぐらいで付けれると思うんで、これ、ワイドカメラを後方にも付けて、まあ、そのカメラによって安全性、後方の安全性をよりプラスするという形になりますね。えー、機能としては、後体駐車サポート、それから後体出庫サポート、そして後方視覚サポート、そして後方車両お知らせ機能っていうのが付きます。まあ、リア、なかなか見づらいんでね。 こういうのがあるとより安全性が確保できるとは思います。これでも大体いい300万ちょっとになると思うんで、まあ、こっから値引きをしてもらって、まあ、300万を切るぐらいに持っていけたらいいなという感じですね。で、D D もうちょっと追い込んでいきますと、Z プラスではなくて、Z だったらどうなんだいということなんですが、まあ、フロントグリルのあの、つヤありかツヤなしかっていうところで言うと、実物は見てないんですが、まあ、私的には大丈夫だろうと。 ななるとともう Z でいいいんじゃないかと、えー、そうなるとですね、えー、車両本体価格が約14万円ぐらい削れますんでそれに先ほどの8インチナビプラスリアカメラで安心プラス4を付けた場合、えー、合計金額が290万円ちょっとになりますんでまあここから値引きをなんとか頑張ってもらってなかなか新型なんで厳しいとは思うんですけど280ぐらいまで持っていけたら嬉しいなと。 いうところが結論ですかね。ということで今回はホンダの新型コンパクト SUVWRV について見積もりの結果から自分なりに追い込んでグレードオプション装備選びを楽しんでみました、まあ、冒頭でも申し上げましたけれどもまあ、特に私が最終的に選んだものがおすすめというわけではありませんのでご理解ください で、WRV は選択肢が結構限られてると思いますので、こういう選ぶ作業が非常に楽しい、面白いですね。で、結局のところ、WRV を契約したのか、してないのか、どっちなのかと申しますと、してないもうこればっかり言ってる気がして申し訳ございませんが、やはりあの私的にはですね、電動パーキングブレーキが付いていないというところがやっぱ大きな要因ですかね。何やそれと。 これってそもそもの話なんで、それやったらグレードやオプション選択考える必要がなかったんですよね。でもね、結構これ妄想してたら楽しくなってしまいましたんで、どうも申し訳ございません。まあ試乗している時にやっぱり電波の便利さをちょっと感じてしまいましたね。体が慣れてしまったんで、まあ、なくなるとちょっとっていう感じですね。まあそれぞれ皆さんご意見はあると思いますけれども、そんな感じでございます。 ということで、車探しの旅は続く。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方は高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただければ嬉しいです。あと、ブログ、ツイッターもやっております。そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また